ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。武蔵野線は、府中本町東京または南船橋駅を走ります。E231 系の武蔵野線です。東京をぐるーっと回っているので、東京メガループって呼ばれています。武蔵野貨物線は、武蔵野線と直通して、ホリデー快速鎌倉号が走っています。ホリデー快速鎌倉号は、鎌倉駅まで乗り換えなしで走る便利列車です。他にも、中央線と直通する、武蔵野号が走ります。武蔵野号は、八王子大宮駅を走ります。さらに、京葉線と直通する、下総号が走ります。下総号は、大宮海浜幕張駅を走ります。武蔵野線は、京葉線側の海岸沿いを走るので、大雨落雷強風などがあると、よく止まる列車で有名でした。そのため、2012年には京葉線側に防風柵の整備を行いました。順調に走るようになりました。船橋本店駅には、中山競馬場があり、中本町駅には、東京競馬場があります。他にも、沿線には、競輪場があります。ギャンブラー路線です。ディズニーランドにも行きやすいのが武蔵野線です。ディズニーの袋を持ってる人を多く見かけます。沿線が楽しそうでしょう。ということで、ご視聴ありがとうございました。